ドジャース8、2マーリンズ、日本時間8日、ロサンゼルス、ドジャース山本義信投手が7日、日本時間8日、本拠地マーリンズ戦に先発し、自己最長の8回を投げ、5安打5奪三振2失点で4連勝を飾った。本拠地では初勝利。試合後、デイブ・ロバーツ監督は、初球をチザム・むジュニア。2ホームランされてしまったけど、 リセットした、と二度繰り返した。山本は初回、初球を散さむジュニア、に弾き返され、先頭打者団を許したが後続を断った。二回から五回までゼロを並べた。初球から19球連続ストライクをマークするなど、97球を投げて73球がストライク。抜群の請球が光った。試合後、ロバーツ監督は、ファンタスティック。ファンタスティック。 と2度繰り返し大絶賛最初の30数球のうち29球がストライクだったと思う。先頭打者ホームランで崩れず、相手の積極性を逆手に取った、と3時を止めなかった。この日は直球、スプリット、カーブ、カッターの他に前回登板から解禁しているスライダー、さらにツーシームも投げ込んだ。指揮官は全球種が機能していた。速球、 カーブ、スプリットも非常に良かった。そして、スライダーも、彼もウィル、スミス保守、もいい仕事をしてくれた、と振り返った。メジャー自己最長となる8回を投げ切った。試合を通じてストレスを感じていなかったし、私の見る限り何か欠けているものもなかった、と理由を説明。チームは守護神のエヴァン・フィリップス投手やゴーアン・ジョー・ケリー投手ら、 救援投手が相次いで負傷者リスト IL 配備している状況。本拠地の試合が、あと1試合で、遠征が6試合続く。ブルペンを休養させることができた、と脱帽していた。